こちらです、様之助殿。姫様を本丸に連れ去ったとしたら、道は二つしか考えられません。今は使われていない百曲がり道、もしくは北側の大手道です。楓、俺は北に行く。お前は向こうから回ってくれ。分かったわ。城を去ってから心細くて私様之助。今の汝では幻魔を制すことかなわぬ。汝のために我らの力を授けよう。我らは幻魔に滅ぼされし鬼の一族。様之助、幻魔を倒し魂をその小手に封じよう。これは様之助、幻魔を滅ぼすのだ。俺に化け物の力をくれるっていうわけか。この小手で腕が引きちぎれるまで戦えって。開けろ。
化け物は俺が倒した。どうするよ、倒したって。お前ら悪い、本当に申し訳ない。お前たち一体どうしたんだ。あいつらどこからともなく現れて襲いかかってきやがった。この分だと本丸も敵に襲われてるかもしれません。本丸はこの先か。はい、そこから伸びる林道が本丸への近道です。分かった。雪姫はどこだ。ちょうどいい、腹が減っていたところだ。お前を食ってやる。そこを動くな。今度はお前がネズミの餌になりやがれ。
美しい血が滴る。こいつも私の手にかかれば。なんだこの匂いは。誰だそこにいるのは。なんだ人間か。てめえの玄馬か。大した口の利きようだ。お前のような威勢のいい奴に会うのは信長以来だな。信長？いい方を教えてやろう。桶狭間で死んだ織田信長を蘇らせたのはこの私だ。信長は我ら玄馬と契約を結んだ。未来永劫玄馬に尽くすとな。そうだ、ついさっきできたばかりの新しい息子を見せてやろう。いけねなるの。そいつの腹をかっさばき、滴る血を好きなだけ飲むがいおい、何をしている？こら、待て！誰だ、お前は。それに、今の小僧は。ひゃあ、お主こそ、斎藤家では見かけない顔だな。お主、ひょっとして、明智様之助殿では。やはり。いや、こんなところでお会いできるとは。拙者、織田家家臣、木下藤吉郎でござる。この男こそ、後に天下を取る太閤豊臣秀吉である。織田家の者がなぜこの稲葉山城に。そんなことより、様之助殿、お主、
織田家に仕える気はござらんか。お主ほどの男なら我が殿も喜んで迎えられよう。断る。自由気ままに生きるのが俺の生き方だ。まあよい、拙者は諦めませんぞ。ではひゃサマノスケ、この子に用があったんじゃないの？小僧。いやだ、お前もさっきの侍みたいにオイラに乱暴するに決まってるんだ。そんなことはしない。小僧、名前は？夢丸。夢丸か。さっきはなぜ捕まりそうになっていたんだ？知らないよ、そんなの。じゃあここで何をしているんだ？楓、夢丸を頼む。俺は雪見を。分かったわ。サマノスケ、夢丸の素性が分かったわ。あの子は農民の子よ。何？4年前、戦で両親も殺され泣いていたのを通りかかった雪姫が見つけて連れ帰ったのよ。雪姫は夢丸を弟のように可愛がり、夢丸も姉上姉上と慕うようになったらしいわ。それで助けたくてここまでやってきたのか。しかし分からねえ、藤吉郎はなぜ夢丸を捕まえようとしているんだ。何か裏がありそうね。サマノスケ、一緒に出る方法を探しましょう。Thank you.
ここは何の部屋かしら。サマノスケ、どうなってるの？サマノスケ、閉じ込められたみたいだ。どこか出られそうなところはない？サマノスケ、待ってて、すぐ助けるわ。ここまで来ればもう大丈夫そうね。私は手がかりを探しに行くわ。ゆめまる！おっと、これはこれは、様之助殿、考えていただけましたかな？信長公に仕える剣。どけ！おっと！あの小僧を救おうだなんて、もう間に合いませんよ。信長公が玄馬の力を借りて天下を取ろうとしてるのは、もうご存知でしょう。無駄な努力はやめた方が良いですぞ。ふざけるな！それで罪もない大勢の人間を玄蛮の餌として地底に送り込むのか。そうだ、この世は弱肉強食、農民は侍に従い、人間は玄蛮に従うしかない。てめえ、あと一刻も経たぬうちに暗黒儀式が行われる。雪姫のドクロに基地を満たし、信長公が一気に飲み干せば斎藤家との戦は我が織田勢の勝利間違いなし。にゃっと。またお会いしましょう、様之助殿。
お姉ちゃん、お姉ちゃんは？もう大丈夫だ、夢丸。何も心配することはないぞ。お姉ちゃんを、お姉ちゃんを。心配するな。雪姫は必ず助け出す。楓、雪姫がどうしてこの子を可愛がっていたかわかるか？戦国大名の姫として生まれ、政略結婚の道具として育てられた雪姫には自由なんて一つもなかった。だから弱い者を見ると自分と同じように思え、放っておけなかったんだ。今の世は強い者だけがのさばりやがって。サマノスケ。そうだ、ミュマル、お前に世界を見せてやろう。世界？うん。4年前、俺は叔父の光秀に勧められ、日本を飛び出した。海の向こうで俺は、肌の色も言葉も違う多くの人間と出会い、日本では到底経験できない体験をした。夢丸、世界にはお前の知らないことがいっぱいあるぞ。自由がある、希望がある。それをたくさん見てみんなに教えてやるんだ。小さな領土を争って戦なんかしてもつまらねえってな。助けて。誰だお前は？ご正室、初姫様の腰元でヌイと申します。雪姫様が地下に。しっかりしろ。楓、残された時間はあとわずかだ。俺は雪姫を助けにこの腰元と夢丸を頼んだぞ。分かったわ。
サマノスケ殿、やはりダメですかな、織田家へ使えるのは。くどい。仕方ないですな。あなたはまだ幻魔の本当の恐ろしさを知らないのだ。地の底にいる幻魔たちよ、いよいよ本番だ。暗黒儀式の準備をしよう。儀式の邪魔をするサマノスケ殿には地獄の苦しみをたっぷり味わっていただきましょう。今頃はあのくの一も。サマノスケ、何か分かった？何するんだ！離せ！離せ！けどのまだまだ青いですな。どうしたの？大丈夫？化け物か？西の牢屋蔵から。
そこの人。ちょっと待ってて、今助けるわ。あなた、楓さんね。サマノスケが昔、手紙に書いてきたことがあるの。楓という忍びと一緒に旅をしているって。もしや、あなた様は。私も、サマノスケと一緒にあちこち旅をしてみたい。雪姫様。楓さん、あなたが羨ましい。きっとできます。楓さん、お願い。私のことはもういいから、サマノスケと一緒に早くここから逃げて。諦めてはいけないわ。あなたを必ず自由にします。それはどうかな。化け物。お前はここで死んでおけ。雪姫様、雪姫様、雪姫様。知らせなきゃ。来たな。
て。
り来たわね。人間としては上出来よ。でももう間に合わない。あとわずかで暗黒儀式が始まる。まずは雪姫の見ている前で夢丸が殺される。なんだと？かわいい夢丸が目の前で殺されたら雪姫の悲しみと絶望は極致に達する。それにより生贄の血は旨味を増し、それを飲む信長の力も強くなるという寸法。そのために二人を許せねえ。さあ、私の愛しい子供たちが、そこにいる人間を食べておしまい。しっかりしろ、カエデ。カエデ、ここでゆっくり休んでいるんだ。待っていろ、雪姫、夢丸。今助けに行くからな。
虫けらめ、よくたどり着いたな。だがここまでだ。ここから先は現場の世界。人間のお前は通せんな。またてめえか、すっこんでろ。くだらねえ化け物でも作って遊んでやがれ。なんだと？人間の分際でこのギルデンスタン様をバカにするとは。まあいい。ならば私の作り出した最高傑作と戦ってみろ、モーセラス。行け、モーセラス。つけやがったのにシケラを叩き潰せ。雪姫、ミマル。様之助、お兄ちゃん。我は現場の王。必ず倒す。